そして今イギリスで古希、つまり70歳を目前にクラブ DJ に生まれ変わった女性が、彼女の名はルース・フラワーズ、69歳、通称マミーロック。イギリスのみならず世界中で活躍するロックなおばあちゃんです。若者に人気のダンス音楽エレクトロに50年代の音楽をミックスさせたオリジナルサウンド、ヨーロッパの若者に絶大な人気を誇る彼女はなぜ DJ になろうと考えたのでしょうか。最愛の夫を亡くし人生の生きがいを探し求めていた彼女は6年前お孫さんの誕生会でクラブに初めて足を踏み入れます。心臓が止まりそうになるほどの爆音、きらびやかな照明、そして体全体を使って楽しそうに踊る若者たち、このエネルギーに満ちた空間は一体、唖然とする彼女にお孫さんが運命を変える一言を発します。おばあちゃんがこんなところで DJ やったら超クールだよね。その後彼女はフランス人の音楽プロデューサーと出会い意気投合。この瞬間ルース・フラワーズはマミーロックとして生まれ変わったのです。その音楽プロデューサーの尽力もあって彼女は2010年のカンヌ国際映画祭のステージでパフォーマンスを披露。そしてこの時同じ舞台に上がったマライア・キャリーが彼女を絶賛、世界中のメディアに注目されたのです。現在新曲のレコーディング中というマミーロックはなんと今年初の全米ツアーが決定。世界一乗りに乗っている69歳は高齢者たちにこんなメッセージを送り続けます。あなたは69歳から何を始めますか。いや、かっこいいですよね。え、69歳から何を始めますかっていうことが言える、はい、ねえ、マミーロックって名前がすごいですね。マミーロックマミーロック、はい。さあ、通信の鈴木さんに伺いたく思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします、はい、一緒にオーストラリアの鈴木です。はい、一緒にお仕事されたことがあるっていうことで、どんな方なんですか、マミーロック、うん、そうなんですよ。私アジア、オセアニアを含むアジアのルーさんがお仕事される時のお手伝いをしてるんですけれども、はい、一言で言って本当にね、キュートで元気で前向きな可愛いおばあちゃんですね。本当に一生の中で会えて本当に良かったって思える人ですね。あ、でも、うん、そうです、もう本当にエネルギッシュで、どうぞ。57歳でロンドンマラソンにも出ちゃったり、まあ、常に音楽家庭で育っているので、はい、音楽は好きだったみたいなんですけど、はい、そういうおばあちゃんのことをお孫さんも大好きだったみたいですね。でもああいうそのフランスのプロデューサーに出会える、そしてそういう人たちに魅力を認められて一緒に仕事ができることになるなんていうことは、これどういうことですか。普通ないですよね、うん、やっぱりその音楽、もともと持ってる音楽の才能と、あとやっぱりそのクレイジーなことは時々すごい面白いことになるんじゃないのっていう彼女のもともと持ってる発想ですよね。はい、そうですね。で、はい、で実際は69以上という説もあるようなんですが、 どういうふうにこの健康をこれ維持されてるんですか。そうですね、69っていうのはステージ年齢ということで69っていう数字にこだわって、まあ、ロックっぽく塗るんですけれども、実際の年齢は、まあ、一回りぐらいは上じゃないかという噂も流れておりますが、その健康管理っていうのは、はい、あれですね、本人から聞いたんですけど、はい、40年前からベジタリアンになったそうです。そして、まあ、食事管理はもちろんなんですけれども、はい、毎朝行うストレッチを中心とした、はい、まあ、運動方法と、はい、あと寝る前に、必ずお酒はそんな飲まないんですけど、セリーシュをいっぱい飲む。そして何よりもメインなのはあれですね、はい、まあ、細かいことを気にしないように楽しくいきましょうよっていうことですね。はい、鈴木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。いいな、そういう年取りたいです ね、はい、ああやって大観衆の前でオーバーセブンって言うんでしょ。カビラさんもやりましょう。69じゃなくて、じゃあ54で始めますか。新たに今年の年末から。いいかもしれない。 いいですね、はい、はい。